レスリング柴田参上。やらかしたユーチューバーを真っ先に全力で叩け。昨日の友は今日のネタ、気づけば友はいないけど、はい、どうも翔太です。ブレイキングダウンに出ている人がですね、逮捕されたらしいですね。俺見たこと あるわ。醤油にきっていう呼ばれてる人で、オーディションで目指すために醤油かぶった人、なんか切り抜きかなんかでね、見たことあります。醤油にきって呼ばれてる人が逮捕されたと。で、それが、障害、らしいね。何でもクラブで女性2人をナンパして、醤油に気がでしつこくナンパして、でその女の子2人は断ってたんだけども、まあ、しつこかったから男友達が呼んだと。でその男友達と醤油に気が、まあ、口論になり、醤油に気は一方的にその男友達をボコボコにしたと。いうことで、まあ傷害の容疑で逮捕されたっていうことですね。はい。前にも久保田学ぶかな、久保田なんちゃらとか、あとは誰だっけ、山本マルコアントニオ容疑者っていうのが、新宿歌舞伎町の路上で男性の腹を蹴るなどして現金が入った財布を奪った、っていうことらしいですね。久保田は DV か、 DV で逮捕されたということでね。はい。まあ、なんていうか、まあ僕はやっぱ思うのは、ブレイキングダウンに出ている人たちって昔悪かった人とかではなくて、今も悪い人は結構混じってる感じするなって思いましたね。やっぱこういうニュースをちょこちょこ聞くと、今もなんて言うんだろう、半グレっていうの、ヤクザじゃないけど、まあ、不良よりももうちょっとあれだよね、たちが悪いやつ、レベルのやつが、まあ、実際おって、でやっぱそういうのが混じってるから、それ事件も起きるよなっていう。まあ、スポンサーがさ、お金を出してさ、で、広告を打ってさ、まあ、それで成り立ってる部分あると思うけども、まあ、格闘技の興行ってそういうもんだけども、スポンサーがお金を打つ、お金をこう使って、ね、宣伝する媒体で、犯罪者だとかさ、ヤクザまがいみたいなのがはびこってるのはさ、まあ、よろしくないよね。っていうか、その構図としてあんまり、その社会的によろしくない気がするよね。だからやっぱこう、ヤクザとか半グレとか反社とかにお金が渡ってはいけないし、でそういうやつらを出して、そういうやつらに知名度を与えてはいけないし、調子に乗らしちゃいけないし、朝倉未来が真っ当な商売をね、今後したいのであれば、していくのであれば、完全に反社チェックとかやって、出ていいやつ、出ちゃ悪いやつってやつをちゃんとこうね、線引きしないと、よろしくないよね、社会的にね。ヤクザみたいなさ、半グレみたいのがね、こう活動してて人気者になってっていう世界って、
社会的によろしくないと思うわ。うん。なんか、ね、それこそ醤油にきも、俺って人気者みたいな、ちょっとうぬぼれみたいのが、どっかにあったんじゃねえのかな。ね、会ったこともないし、話したこともないし、動画もちゃんと見てないからわかんないけれども、なんかみんなそんな感じがする。ブレイキングダウンに出てるやつらって、なんか自分は人気者だと勘違いして、なんかね、自分は人気インフルエンサーだ、人気者だ、人気格闘家だと勘違いして、で自分は強いっていうのも勘違いして、なんかいろいろ勘違いして、自己顕示欲がね、どんどん大きくなって、自分は何者かの大物だと勘違いしてる節あるなっていう。だからやっぱ俺はブレイキングダウンに出てるやつは基本的に気性いと思うし、あの大会自体も気性いと思うし、だから桜未来もねなんか敏腕プロデューサーみたいなことをなんか言われてるけれども、結局ブレイキングダウンがスタートしたのってね、バキの作者の板垣先生と朝倉未来の対談でね、板垣先生が路上で一番強いのは、あの要はその1分間もね、その喧嘩できないから1分以内に片付けられる相撲取りが一番強いみたいな、そういうことを板垣先生が言ったら、まあ、それに着想を得てミクルが、まあ仲間内あれをやったわけでさ、だから別に朝倉ミクルの考案したものじゃないし、結局パクリだし、なんか前もなんか榊原さんが会食で言った言葉をそのままね、あの翌日の自分の動画で使ってみたりだとか、朝倉未来もなんかやっぱ俺の中ですげえ薄っぺらいやつだし、ブレイキングダウンに出てるやつも嫌い、ブレイキングダウンも嫌い、ブレイキングダウンに広告売ってる企業も嫌い、朝倉未来も嫌い、全部嫌いだなってやっぱ改めて思いましたね。はい、っていう感じです。はい、ブレイキングダウン大好きなお子ちゃまの皆さん、ぜひ、はい、コメント欄で暴れてください。はい、な感じで私はブレイキングダウンにで、まあ、またその逮捕者が出た件について思うことをお話ししました。はい、柴田でした。バイバイ。